では続いてはエリアの話題をお伝えします。わが町レポートのコーナーです。今日のラインナップこちらです。さあまず1本目は佐土原歴史資料館で開かれました竹とんぼ作りの模様を、続きまして住吉公民館で行われました住吉子育てフェスタ2018の様子をお送りします。それでは早速ご覧ください。見とれてました。どうぞ。佐土原歴史資料館の出土文化財管理センターで竹とんぼ作りが行われ、親子連れが参加しました。今回は竹とんぼだけでなく、小さい子供でも簡単にできる竹の代わりに牛乳パックとストローを使った竹とんぼ作りにも挑戦。親子は先生の指導のもと、切り方を作り方を一つ一つ教わりながら協力して取り組みました。しっかり飛ぶ竹とんぼを作るために、まずは飛行機の翼のように竹を削り、その中心を火で炙って少し曲げます。その後曲がった状態で固めるために、熱くなった竹を水につけて冷やすことがポイント。翼ができれば軸を取り付けて完成です。一方牛乳パックとストローの竹とんぼは、牛乳パックを翼の形に切り、ストローを軸にして作ります。翼と軸がしっかり固定できれば竹とんぼと同じように飛ばすことができます。参加者は完成した竹とんぼを外で飛ばして出来栄えを確認しながら楽しんでいました。竹とんぼね、飛ばすのが楽しかった。楽しかったところは竹を削るところで、難しかったところは火で竹を曲げるところでした。家族みんなで同じ作業をして、ちょっと協力し合いながらするところがとても楽しかったです。いつの時代も楽しめる竹とんぼ、親子の夏の思い出の一つになったようです。住吉子育てフェスタ2018が住吉公民館で開かれ、住吉地区内外からおよそ500人が参加しました。このイベントは学生ボランティアと地域住民の協力によって毎年開催され、今年で10回目を迎えます。来場者の方は確実に増えていっております。まあ、リピーターの方、去年来て楽しかったからまた来たんですよという方もいらっしゃれば、新しい方もいらっしゃいます。でスタッフに関しましても、もうほぼ毎年固定のメンバーでやってきてますので、どんどん手慣れた感じはあります。会場ではさまざまな催しが行われましたが、中でも一番の盛り上がりを見せたのは赤ちゃんハイハイ競争。スタートの合図に合わせゴールを目指しますが、緊張でなかなか前に進めない赤ちゃんたち。その様子を見て保護者だけでなく会場全員が温かい声援を送り、和やかな雰囲気でレースが進んでいました。初めて参加したんですけど、すごく子どもはちょっと途中で泣いてしまったんですけど、はい、楽しかったです。この地区じゃないんですけど、すごく皆さん優しくしてくださったので、また参加してみたいなと思います。そして毎年恒例のメインイベント、そうめん流しは、地域のお父さんたちが事前に切り出し組み上げた竹を使って行われました。来場者はそうめんが流れてくる竹を囲み、そうめんを美味しそうに味わっていました。みんなで食べれて美味しかったです。住吉地区の恒例イベントとなったこの催し、広い世代の交流の場としてさらに盛り上がっていくことでしょう。はい、それでは振り返っていきましょう。はい、まずは佐土原歴史資料館で開かれました竹とんぼ作りの模様でございました。まあ正直今の時代、昔と比べるとやっぱり竹とんぼとか、ああいう昔の遊びで遊ぶことっていうのは少なくなってきたかもしれませんけれども、実際にでも不思議ですよね、あれだけシンプルな形でああすることによってこう飛ぶっていうのは
ごいですよね。熱の力で曲げるって知らなくて、そうそうそう、えいやって手でやってると思ってたんですよ。多分えいやってやったらバキっていくでしょうからそうなんです、そこの加減なんでしょうけれども、まあ正直ね、実際の竹を使ったものはちょっと難しかったでしょうから、まあ、だからこそまた親子のねコミュニケーションになったりとかもあったでしょうし、ちなみに参加者には指導員が作った、ミニ竹トンボも送られたということで、そうなんだ、もしかしたらまたお家に帰って遊んだりしたかもしれませんけれどもね、まあ、こういった取り組みまだまだ続くといいかもしれませんね。はい、続きましてお送りしました住吉子育てフェスタ2018なんですが、赤ちゃんハイハイ競争も可愛かったですねもう進んでも進まなくても可愛いというどっちでもいい、そう、いてくれればいいんですね。どっちでもいいんですよ、ある意味可愛いんですよ、そうなんで幸せな気持ちになりましたし、あと地区の皆さんとそうめん流しって、そうだね、ちょっと本当に仲が深まりそうでいいなと思いました。さあ、学生ボランティアと地域住民の協力によって行われているということなんですが、学生ボランティアがおよそ70人、北高校、日大中学校、日照学園中学校に住吉中学校ということで、これからますますそうですね、ボランティアを通じても学ぶことも終わりでしょうし、この地区の皆さんの中ますます深まっていくことだろうなと思いますね。素敵なイベントですね。以上お送りしましたわがまちレポートのコーナーでした。